このままいいかな。ちょっと42番から。はい、どうぞ。いつもお世話になってます。明けましておめでとうございます。すいません、いろいろと撮影してなくて、ちょっと今年一発目はスーツの仕立てに来たので、ぜひちょっとこの作る前から出来上がりまでをちょっと皆さんにご覧いただこうかと思ってます。で、これ実際今日ご紹介するのはこのチームのサプライヤーになってもらったスーツ屋さんです。ぜひぜひ皆さん興味ある方はスーツ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあ行ってきます。お店の名前はちなみに何ですか。こちらです。国立玉屋さんです。かっこいいじゃあ行きます。ごめんください。靴ぐらいなんですか。25です。ちょっと今めちゃくちゃ小さいです。いらっしゃい。どうですか。ウエスト靴ぐらい。ウエストですか。どっちかというと。品川。あ、ありました。すいません。ウエスト84。ウエストすごい緩い。緩い。じゃあ、モンハンスタイル。いや、入ってもらってもいい。これって、竹だけ変えていただいたんですか。竹の短いそう、シャキシャキので、あとは、はい、どれぐらい詰めるかっていうの、うん、さて、ウエスト、それからまた上の深さ、はい、うん、OK です。そうすると、あとお尻のこう、ちょうどいいと思います。で、ゾーンスが18、うん、どうだけ、はい、ちょっと上がるとこう見えるのが僕がいいなと思ってるんで、要はここの根込んだって、ここの筋肉でこう上がっちゃうでしょ、はい、で下がってこなくなっちゃう、うん、っていうことになると、もっと太くしなくちゃならなくなってくるんで、どうですか、いきますか。僕は大丈夫だと思ってそういうのがまあ好きでした。そこまで気にならないとしたら、うん、どうしても下で引っかかっちゃってね、でこの辺のところが、まあ、うん、どっちかというとこうなっちゃったので、うん、靴はどうなっちゃうってだけ。これもしスーツ履くなら、着るならこういう、あ、普通のシューズ、あ、こんな感じですか。はい、気持ちいいです。はい、のが、18以下はあんまりやりたくないんで、うん、そうですね、もちろんもう、うん、お客さんやって、やることいくらでもやるけど、後になってね、また、ね、遅すぎたら気分になっちゃう。だから、下手するのはそういった短めにするから。ああ、なるほど、うん。そうするとストレートが落ちてる。なんか僕はいいのと思ってて、うん、ストレートで落ちてる。うん、そしたらもうちょっと太くする感じですか。うん、ああ、でも。その口はそのままで、僕はちょっと。それぐらいがいいですか。いや、わかんないです。でも、どうでしょう。お任せしますもんね。もう、それとかでお客さん来ない。
だから、ね、難しいな。電車乗ってて、電車乗ってね、電車乗ってるとみんなこうなっちゃうじゃん。はい、ね、それが気になっちゃうって人もいるんですよ。だから歩いてるの見てると、かっこいいのはやっぱりあのノンクッションでこうやって歩いてるっていうのがいるよ。僕それがすごい、うん、我々そう見てる。ただそれが見るか感じるか感じるかは OK だと。これ気にならなくて、そこに僕は、うん、逆にそこが短いのが気にならない。靴下はね、あの見えるのが嫌だっていう人もいるんで、それは逆に夏とかここ見せたいんで、靴下見せたいんで。靴下足じゃないんだ。はい、うん、めっちゃ靴下履いてる。めっちゃ短い靴下履いてる。あと1センチ短くするか。そうですね、うん、そうすると、まあ、はい、早くば、うん、そう、ちょっとこっち、あ、そんな、あ、これがいいです。はい、じゃあ18で行こう。はい、ね、そのうちね、はい、シンプル、ありがとうございます。うん、58だね。これがどうなるのか楽しみです。中が86、はい、中出てきたんだよ。中が出てきた感じ、小さな感じね。なんか見たことがあった。はい、で後ろはやっぱりシャイブ。そうですね、サイドね、これですよね、ね、はい、でポケットがね、平らか斜め、うん、皆さんどうしたっけ。皆さんに合わせます。僕は斜めです。平らですけど僕だけ斜めです。どっちがいいですか。まあ、そっちの方が的にはフラット、まあ、平らがフラットで大丈夫。はい、いいです。はい、はい、実際こうやって当ててる時もあるかな。帰って歩いてたら物入れないよね。入れないですね。物は入れない。2つボタンでもいいんじゃないかな。どう、来たよ、来たよ、マスク取ってもらってもいいんじゃない。どうしますと一緒。気分はどんな感じですか。ちなみに気分、はい、この自分に合ったスーツを作るもうワクワク感とゾクゾク感で、はい、もう本当にやっぱ男と言ったらスーツ一着は必要だと思うんで、はい、楽しみですね、本当に。ちょっとあのさっき篠原さんとここの3代目先に聞いたんでちょっと相談したんですけど、ちょっとビーチで覚えてやろうかなと思ってスーツね、それをちょっと流すんでぜひ、はい、日本で初めてだと思うんでスーツで覚えて、それは楽しみにしてます。ぜひちょっと試合したいと思います。ちなみにちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、今回作ってくださるスーツがイタリア製の超有名な生地だと聞いてますが、そう、ちょっとロロピアーノ、ロロピアーノです。ロロピアーノ、おはようす。すごいみたいですね。ロピア肌触りがショックと、もう良すぎて、みんな触ってほしいですね。出会ったらサポーターさんとかに、ね、はい、やっぱ生で見ないと分かんない、ね、そう本当にあのビーチサッカーと一緒ですね。生で見ないと分かんないんで、間違いないです。ぜひぜひちょっと楽しみにしてください。あの国立市にあるオーダースーツ玉屋さんに今日はお邪魔してきました。うん、チームで本当にこれからお世話になるので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。あの下のリンクに
あのインスタグラムとかホームページ載せてるのでぜひチェックしてみてください。じゃあまた出来上がりを、そうですね、出来上がりを、はい、楽しみ、はい、楽しみにお待ちしております。皆さんスタイリスト人ばっかだから、はい、出来上がりいいお送りになると思います。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。